冒険も商売もチャンスは一瞬なの。 It's the only place we haven't gone yet, I think. Enter the office. Oh god, I wanna know what's going on with the nurse. She was in there the whole time listening? Oh, for fuck's sake. もう少し風切っても気にしてもらえないかな。リネットはどうした？ああ。彼女なら医務室で会ったぞ。演説が、するって言うからお茶を振る舞ってやった。ちょうど頭痛に効くお茶を持っていてな。ふざけるな。リネットとフレミネを男にやった。聞いた話によると、あんたらのショーはそりゃもう素晴らしいんだろ。 リネットちゃんなんか水槽から一瞬で別のところに移動するって。今振り返ったら彼女がそこに立ってるかもな。振り返らせようとして。いや、僕を襲うつもりはないはず。人質は彼の手の中にあるし、こうして雑談を続けるってことはリネットもおそらく死んでいない。君は僕たちが医務室を調査してるって知ってたんだろ。 旅人があそこに疑いの目を向けるよう仕組んで、僕たちに調査させるよう誘導した。それでリネットをさらうための隙を作ったんだ。フレミネの脱獄、いや、孔子様さえも君は止めなかった。君はわざとあの方を逃がすことでファデュイのスパイを取り除こうとしたんだろう。そんなことをする必要はない。 メロピデ要塞はいい場所だ。ほとんどの人はここでの暮らしを楽しんでる。何か企んでる奴以外はな。その点、あんたらはわかりやすかった。<笑>君はスパイを排除した上で、孔子様が失踪したという情報を流したんだ。だからお父様は僕たちをここに送ることになった。フレミニも君に捕まってるんじゃないかい？ そこまでの手腕を持ちながら、どうして人質なんかを取るんだ。一つ訂正させてもらおう。リネット、ちゃんは俺が預かってるが、フレミネ君はいない。いない。じゃあ目的は一体？リネ！おっと、ちょうどいいところに。人も揃ったし。 これで何度も説明しなくて済む。Dude, what is going on here? I love his outfit though. 熱心なことだ旅人。残念だが、俺のところにいるのはお茶を飲んでるリネットちゃんだけでな。あんたらの約束では、フレミネ君は今日帰ってくるはずだったんだろう。けど今になっても姿を見せない。かといって俺のところにもいない。 さて、どこにいると思う？君、まさか、フレミネが海から戻れないよう何かしたんじゃ。中と外をつなげるメロピデ要塞の扉を閉めただけさ。でも、フレミネはダイビングが得意なんだし、きっと大丈夫だろ。いや、僕たちはまだここにいる。フレミネはきっと何とかして戻ってこようとするはずだ。地上に戻ったなんて考えにくい。 俺がなぜこんなことをしたと思う？それは、あんたと話をするためだ。俺の知る限り、リネ君は高名な魔術師だからな。有名人と交渉するには、それなりの手札を用意しないといけない。それに、あんたがリネットちゃんに言ってたことを覚えてる。仕事においてもプライベートにおいても、メロピデ要塞の主に会ってみたい。 そうだろ？僕たちが監獄に入る前から目をつけてたってわけか。部下がたまたま耳にしただけさ。さて、
そろそろはっきり言わせてもらうとしよう。あんたらとのお遊びは結構楽しめた。だから目をつむってやろうとも考えたんだが、金域に侵入しようとしてるのなら話は別だ。 What is the forbidden zone then? あんたは今不利な状況にある。リネットちゃんは俺のところにいるし、Being pickled out there. What a weird analogy. けなければ彼はいずれ大変なことになる。そこでだ。二人の安全と引き換えに、リネ君に一つだけ頼みたい。あんたの上司に連絡してくれ。できれば彼女をお茶に誘えると一番いい。お父様に。どうしてお父様がそれに応じなきゃならないんだい。可愛い我が子たちがこっちの手にあるからさ。三者面談に参加してもらうには十分な理由だと思うが、あんたらハウスオブハースの人間は家族みたいに仲がいいって聞いてるよ。多分応じてくれるだろう。お父様はなんで僕たちにメロピデ要塞のことを処理させてると思う。ここはほぼ無法地帯だ。尊い執行官であるお父様が自ら来るなんてことは絶対にない。なるほど、ここがお気に召さないというわけか。いい茶葉をたくさん集めてるんだがな。ヌビレットさんやフリーナ様にも結構プレゼントしてる。君たちだけでお父様を傷つけられるとでも。僕にどんな圧力をかけようと、僕たちを利用してお父様を脅迫するなんてこと絶対に許さない。あんたら本当に頭が固いんだな。ただお父様と会って話がしたいだけなのに。彼女だってメロピデ要塞の秘密を知りたがってるんだろう。リネ君、もう一度チャンスをやろう。召使いをここに招待するか、あるいは。リネ、そうまでして。だって当たり前のことだと思うが、はじめにメロピデ要塞に近づいてきたのはファデューイの方じゃないか。スパイを排除したのは警告のためだったが、それでもあんたらは引かなかった。だからこうしてあんたらのボスと直接交渉したいと思ってるんだ。リネットちゃんは自ら進んで俺の視界に入ってきたし、フレミネ君の脱獄も自発的なものだった。誰がどう見ても俺の責任じゃない。だろ？僕は僕たちのせいでお父様を。六、五、はいはいはい、なな僕は。ああ。That's dirty. You can't start pressuring him. 残念だ、リネ君。待てて。交渉決裂だ。お引き取り願おうか、紳士淑女の皆さん。俺はアフタヌーンティーを楽しまなければ。そうだ。オイラたちと話すのはどうだ。リネと話す気がないなら、オイラたちと話そうぜ。あんたら、何のトラブルもなく過ごせてきたのは、ヌビレットさんのおかげだって分かってるだろ。あの人の依頼でここまで降りてきたんだ。俺もできるだけ邪魔しないようにしてきた。だが、それは別にあんたらが好き勝手するための免罪符じゃない。狭いところには、狭いところなりのポリシーがある。確かに、実力を持つ者にはもっと敬意を払うべきだな。ご主よ。俺のテリトリーで随分と走り回ってきたんだろう。その調査の成果を見せてくれ。3つだ。3つの質問に正解したら、あんたの要求を飲もう。では第1問。生産エリアの隠しルールについてだ。3日連続で労働をしてはいけない。その裏にある真相は？
Yeah. Thank God I didn't have to answer that. Oh, never mind. Maybe I do. Great, it's this fucking brain think music. If you break the hidden rule of the production zone, your welfare meal might contain some strange meat. Correct. Select any clue to... Okay. Okay, she disappears, right. Truth behind not being allowed to work for 3 days in a row. You work for 3 days in a row, you end up with nasty food. Okay. I don't think that has anything to do with it. That could be if that mystery meat is the product, but if it's unpackaged. メルジーヌという種族は世界の感じ方が人間とは違う。そのため多くの物事に対してメルジーヌの審議眼は人間と大きく異なっている。とプリンズの話によれば鉄拳闘技大会はフォンタ社の協賛で開催している。おそらくフォンタ社側にも何か目的があるはず。 Who will see it if you keep working continuously? Okay, what? Oh, okay. What happens if you violate the production zone's hidden rule? You end up with nasty meat. Who will see it if you keep working continuously? Who will see it if you keep working continuously would be... It would be the nurse, correct? Select. Under what circumstances does the strange meat appear? Well, if you keep working. Why does the strange meat appear the way it does? Maybe because it's a mystery product? Hypothesis incorrect. Okay, everything was correct except the mystery product. Okay, so... Let's return their investment. Oh! But it's this! Because the aesthetics are wrong. So it seems strange and alien to humans. That's why it's bright, freaking fluorescent purple. Hypothesis correct. What the fuck? Where did you get those? このサプライズは良かれと思ってやってることで、シグインはみんなにバレたくないと考えてる。
けど、メリュディーヌっていう種族は世界の感じ方も美的センスも人間と大きく違う。そのせいで特別であるはずのサービス職も受け取った人からするとただただ不気味なものに見えてしまった。だからそこに込められた心を全く感じられなかったってわけだ。オイラのこの回答どうだ？おお、なるほど、悪くない。シグウィン看護師長のことに気づいた上にその意図も見抜いた。看護師長の人間に対する愛が無駄にならなかったというわけだ。さて2問目は鉄拳闘技場の隠しルールについてだ。両方の選手の投票権を同時に買ってはいけない。その裏にある真相は？They receive a package in the morning which contains a strange blood-colored liquid. Yes. What happens if you violate it? You get blood-colored juice. Okay. Oh, are these all the same things? Oh, Jesus. That's my alarm for my nap from yesterday. Okay, it's all the same things, so it would have to be... Who sent the package containing the strange blood-colored fluid? Suggests they are starting a new trial of an unnamed product. Select clue. Why does a strange blood-colored fluid look the way it does? Oh, wait, maybe... Let me change that, maybe. Real value of coupons... Could be him. I'll try this. Fonta Promoter, maybe? Switch? Okay, why does it look the way it does? I'm gonna guess it's a strange new product. Why do only those who buy tickets to support both fighters receive packages? I'm gonna guess it's because the company wants a return on their investment? Hypothesis incorrect. Okay, I got one thing correct. The thing I got correct was that it is a new product. Okay, so who sent the product? Maybe I'll swap these around. Investment swapped with... There we go, okay. So I just had to swap those around. Hypothesis correct. よし、わかったぞ。これも別に怖いものじゃないな。鉄拳闘技場の隠しルールは、両方の選手の投票権を同時に買っちゃいけないってものだ。もし買うと、次の日に、不気味な血の色の液体が入った荷物が届くことになる。瓶に入った液体を初めて見たとき、思わずそれを失踪した選手と結びつけて怖くなったけど、実際は名前もパッケージも決まってないフォンタ社の新商品サンプルだったんじゃないか。血みたいな飲み物。道理で開発者たちの間で疑問の声が上がったわけだぜ。だからフォンタ社のやつらはまず試飲をしてもらって人々の反応を見ることにした。そいつらはメロピデ要塞に来ると闘技大会と協賛したんだ。でその機会を利用して反則を考えたけど、ある壁にぶつかってしまう。それが公爵だ。メロピデ要塞において特別許可権は貴重なものだから、公爵はその価値を知らない愚か者しかフォンタ社の飲み物を買わないと考えた。そして闘技大会で両方の選手の投票権を買う人は明らかにその条件に合う愚か者ってわけだ。その件をそこまで調べ上げるとはな。あんたらの実力を認めざるを得ないようだ。だがあんたらの話を聞く限り、そのフォンタ社の販売促進員は
いささかおしゃべりらしい。Oops。彼らとの協力を見直した方がいいな。それじゃあ最後、三つ目の質問だ。医務室にいる患者たちと俺の看護師長、彼らは一体どんな秘密を隠している？ Well, clearly there's some. I didn't know that the food thing was to boost your stamina. And she's just doing it out of the kindness of her heart and her care and well-being. But she seemed like.Very sussy when she was inspecting and eavesdropping on us before leaving. So, I don't know, they're doing something. But yeah, we haven't collected enough data. Okay. Alright, here we go. What happened? 危ない危ない。看護師長の銃のおかげで助かった。What? なんてことないよ、公爵。She has a gun? 看護師長？この銃はおもちゃに見えるけど、ちゃんと使えるのよ。シグウィン、君。What's going on? And why is it still pictures? 勘違いしてるみたいね。うちはメロピデ要塞の一員だから、メロピデ要塞を守るのがうちの責務なの。最初、ヌビレットさんがうちをメロピデ要塞に派遣した時、あの方はこう言ってた。うちの仕事は、ここの人たちの面倒を見ることだって。うちは、ただ使命を遂行しただけなのよ。その理屈なら、リネたちだって囚人で、ここの一員だろ。なんであいつらの面倒は見ないんだよ。It's probably, like, I don't know, like a tranquilizer almost, or something. And she is protecting him, because he would have gotten his ass kicked by Thesley. でも、うちはちゃんとヌビレットさんの言いつけ通り、彼らを守ってたのよ。じゃなきゃ。もっと違う結果になってたもの。それは公爵も認めてくれるはず。ね、公爵？看護師長。あと数分は待ってくれてもよかったんじゃないか？どうせ、もうそろそろ時間でしょ？公爵ってば。たまに困ったことをするんだから。うちはただ、ちゃんと公爵とお話がしたかっただけなのに。何言ってんだ？何の時間だよ！二人を解放してくれ。その代わり僕を。感動的だな。もう一分くらい見とくか。もうやめてあげなさいよ。まあそうせかすな。もうじきお客さんが二人到着する。まずはお茶を飲ませてくれ。看護師長、リネットちゃんのことは任せた。な、何をする気だ。足音が近づいてきた。 Familiar figure bursts into the room. ちょっとどいて。 What the hell? おいおい、クロリンデさん、扉が壊れるだろう。クリミネ、クリミネ、どういうことだ？なんでクロリンデがここに？仕事だ。リネさん、さっきは打ってしまってごめんなさい。麻酔の効果はもうすぐ切れるはずだけど、あんまり無理しないで。It was a tranquilizer, okay. フレミネの身に何があったんだ？海にいたはずなのに、なんでこんな状態に。 These symptoms. I don't know what these symptoms are. Apparently, these characters know something I don't. Hello?Talk, speak. 顔が赤く、脈が速くなってる。原始大海の水を摂取した時の症状ね。なんだって。Great. ちょっと下がってて。フレミナさんをもっとよく見るから。他のことは頼むね、公爵。詳しいことはクロリンデさんとの話を終えて、あんたらがフレミネ君をいるべき場所に送ってからにしよう。
hell is going on? Try to understand the situation. That's what I'm trying to figure out. Also, oh fuck, I didn't mean to. その顔は十分早く戻ってきたと思うけど。いやいや、時間通りだなと感心してただけさ。もう少し遅かったら、看護師長はリネ君にもう一発打たなければならなかったからな。んで、外の状況は？水質が変わった。予想とほぼ同じで、原始大海の水の濃度が明らかに上昇してる。私みたいに短時間なら平気だけど、長く水中にいるとあんな風になってしまう。彼を見つけた場所は？パイプの突き当たりにある排気エリア。水の中に入ってから少し離れたところだった。思っていたより近いな。フレミネ君は早い段階で異常に気づいて引き返したんだろう。扉を閉じたのは正解だった。もう一人ここから出ていたら助けられなかったかもしれない。こっちは善意でやったって言ったのに誰も信じてくれない。 Cause you're shit at explaining. ルビレット様なら信じてくれない。 You make it sound like you're trying to kill people, dude. あの人はどう見てもマイナスな状況から好意的な動機を導き出せるから。もういい。紅茶でもどうだ。 Her straps around her leg are so tight. 自分が飲みたいならそう言えばいい。はいはい、俺はお茶を飲むが、あんたもついでに一杯どうだ。付き合ってもいい。ところでタオルはある？髪を拭きたいんだ。 Good luck drying your hair with a towel. Long hair doesn't dry just because you bedab it with a towel. Damn, look at those. It's like squeezing her thighs. 砂糖は入れるか？結構だ。Ew. フレミネさんの症状は短時間のうちに大海の水を過度に摂取したせいで引き起こされたものね。でも命に別状はないのよ。もちろんしばらく経過観察を続けた方がいい。とにかくこのまま少し休ませて落ち着いてきたら医務室に移しましょう。ごめん、医務室にはもう行きたくないよね。けど医療設備のある部屋はあそこだけなの。だから仕方なくって。メロピデ要塞から脱出した後、どうして大海の水を摂取することに？どういった経緯が？フレミネさんをちょっと見ててもらえる？薬品と呼吸器を取ってくるから。それとリネットさんを連れてくるね。リネットはどこに？無事なんだね。彼女は麻酔を打たれて空き部屋で寝てるだけよ。そろそろ起きる頃だと思う。信じてもらえないかもしれないけど、うちと公爵は本当にお茶とお菓子を用意してたの。Just put her to sleep without any willingness. リネ、大丈夫か？大丈夫だと思う。Guess his name is Linne, not Linne. みんなここにいるから。僕は大丈夫。どこか具合が悪いところは？手足に力が入らない。多分麻酔の影響が残ってるんだろうね。心配しないで。みんな、ただいま。お兄ちゃん、旅人、パイモン。フレミネ、フレミネを。無事よ。ちょっとお菓子の手伝って。Ew. Hello.呼
球が落ち着いてきた。手を貸して、フレミネさんを医務室まで運んでくれる？僕がやるよ。リネット、一緒に行こう。旅人、君も心配そうだけど、一緒に来る？ Very well. 公爵とクロリンデがいなくなってるの。多分、お茶でもしてるのね。後で公爵が本当のことを必ず説明してくれるはずよ。クロリンデさんも海から戻ったばかりだから、ちょっと休ませてあげましょう。I don't know, but apparently the truth will come out soon. What, can I go up here, by the way? Yes, I can. Oh, they are totally up here. Oh, it's the same thing. Look at this. Where's his tea collection? He's got books, he's got some teacups, and a kettle thing or whatever, but I don't see. I don't see any tea bags anywhere. I have to pee really bad. Ugh, should I go pee quick? Yes, yes, I should. が覚めた。フレミネ、具合はどう？リネ、リネット。うん、みんなここにいるよ。How is he laying down with that thing on his back? どこ？メロピデ要塞の医務室なのよ。フレミネさん、もう危険な状態はほぼ脱したから安心して。気分はどうだ？辛かったら無理するなよ。旅人にパイモン、久しぶり。そうだ、海水に問題が。慌てないで、その話は体調が良くなってからにしよう。ううん、聞いて。とても危険な状況なんだ。海水に大海の水が混ざってる。原因はまだわからないけど、あの水には絶対に触れないで。パイプ？パイプ？ Well, then what about そうだ、child? パイプ、思い出した。Oh. Flashback. Here we go. Pipe. There's the pipe. よし、入れた。うん、雰囲気からしてずいぶん長いこと使われてないみたい。ここはもう廃棄されてるのかな。孔子様はどこに。These platforms look oddly like I get to play. Okay.And I get to play as Frim... somebody. Okay. Hopefully I don't have to fight, because I don't remember how this guy plays. I don't remember how he plays. Just checking around to see if there's anything of note. Yeah, this is a domain.
I'm still looking around and see if there's chests. A unique climbing animation. Dude, my stomach is still hurting. Like, what the hell? Is it just because I ate that nutty bar? Jeez, leave me alone, man. Figured out game. Pretty. あれ?痕跡が消えた。でも この辺りに出入りできるところはなさそうだけど。待って。何これ?苦しい。心臓がドクドク言ってる。呼吸もだんだん苦しくなってきた。これをどういうこと?ダメだ。戻らなきゃ。みんな Oh God, we've been purpled. Interesting music.
水の中で意識を失うわけには。僕、踏ん張らないと。手がかりは途切れて、孔子様の行方もそこでつかめなくなった。でもその辺りに出入りできるところはなかったと。そう、僕必死に泳いで引き返したんだけど、あと少しで元の場所に戻れるってところでどうしても力が出なくなって、その後多分気絶したんだと思う。起きたらここにいた。クロリンデがお前を助けたんだぜ。でもオイラたちもどういう経緯であいつがメロピデ要塞に来て水中からお前を助けたのかは知らなくって。クロリンデさんが、お礼を言わなきゃ。もう少し休んでから行った方がいい。フレミネの体はまだ万全じゃないんだから。クロリンデさんはお客さんとしてあと数日ここにいるはずよ。リネットさんの言う通り急ぐ必要はないから大丈夫。お客さんってリオセスリのお客さんってこと？この件についてはうちじゃなくて公職に直接聞いた方がいいかな。あの人ならきっとうちよりうまく説明できるから。そうだな、そろそろあいつにははっきり説明してもらわないと。リネも一緒に来るだろ？いや、君たちだけで行ってきてくれるかな。僕はまだしばらくここを離れたくない。お兄ちゃん、今は安全だって頭では分かってるけど離れられないよ。リネットもフレミネも危険な目に遭ったばかりなんだから。分かった。じゃあしばらくこのまま一緒に。なら医務室は君たちに任せていいかしら。うちは旅人とちょっと出かけてくるね。しばらくは誰も君たちの邪魔をする人は来ないはずよ。ありがとう。I got an achievement. This is my 600th achievement of Mr. Fremmy recalling what happened to him. Haha! I've beaten the game. Rine. Gomen nasai. Oh, hit. What the f? Watashi mo gomen, onii-chan. Motto shinchou ni ugoku beki datta. Sonna koto yowanai de. Zenbu boku ga warui nda.慎重にすべきだったのは僕の方だよ。二人はあと少しで。僕がもう少し有能だったら今頃孔子様を見つけられてたかもしれない。違う、そんなこと言わないで。え？あ、ごめん。つまり私たちみんな慎重じゃなかった、そういうことでしょ。これは連帯責任だね。うん、そう、連帯責任。お兄ちゃん、心配してくれてるのは分かってる。私たちも今お兄ちゃんのことが心配だもん。だからそんな顔しないで、元気出して。ああ、 I'm looking at the beds. Look at how high up they are. You can't just even sit down on it. You have to kind of get your way up on there.